どうも、ハセンハマです。どうも、ハセンテンガです。スミリンです。です。というわけで、今回は、ついにセンター試験当日ということで、そうそう、あの共通テストのはずなんですけど、センター試験ですね、はい、僕らだけあの取り残されて、はいはい、あのセンター試験今日受けるんですけども、はい、なんと会場がですね、とあるどっかのメイドカフェということでね、とある、そう、そういうことなんです。入っていきたいと思います。よし。あそこなんと試験会場になんと花尾伝言ご一行様って書いてくれてるんですよね。これご一行様、しかも試験会場ご一行様って今なんかすでにあの肘が見える、肘の直角がやばない、肘の直角がやばい。よし、頑張るぞ。今日は英語頑張るぞ。絶対今日は頑張るぞ。あ、いた。帰りなさいませ、ご主人様、お嬢様。帰りなさいませ、ご主人様、お嬢様。はじめまして。はじめまして。こんにちは。ちょっともうにあげてまわいで、ちょっと待って、すごっ。こんにちは。いや、有名人に会ったみたいな顔してる。もえもえビール。どうも、ハナオです。ちょっと待って、それできひんって。早いって、早いって、それできひんって。もえもえビール。どうも、ネガです。もえもえビール、スミです。お前が一番やるべき存在だ、今回。はい、です。あー、おいおい、ちょっとお手本見せろ。うわは、にやけたら減点センター試験。ルールはですね、はい、このメイドカフェならではのセンター試験ルールというのを、はい、そうですよ、開発してくださったそうなんで、メイドさん、はい、お願いします。もう今ので俺もう誰だ。今から50分テストをしてもらいます。ニヤニヤモエモエしてしまうとマイナスカウントされてしまいますので、皆さんお気をつけください。だったらメイドさんなしでやられる。ニヤニヤモエモエワハハハハハみたいなのは大丈夫ですか。そうそう、言いましたが、久しぶりだ。ワイディン。50分で短い。失礼いたします。はい、お待たせしました、アイスコーヒーです。シロップをご用意いたします。ちょうどいいところでストップと言ってください。失礼します。そう、ありがとうございます。次にミルク入れていきますね。次はニャンニャンって止めてください。ニャンニャン is stop。 そうです。いや、ニョンニョン。ありがとうございます。それでも話す。試験頑張ってください。失礼いたします。失礼いたします。お待たせいたしました。こちらメイドさんのお任せソーダでございます。もっともっと美味しくなるように同じ内容をかけさせていただいてもよろしいでしょうか。お嬢様のお任せソーダがもっともっと美味しくなりますように。もえもえパワー注入。ありがとうございます。これでとっても美味しくなりました。下の方にもえがいっぱい詰まってるので、よく混ぜてお召し上がりください。もえってあの水より肘重い。もえって沈殿するもん。ニヤニヤしてましたね。ちゃんと勉強してくださいね。無限ルートだよ。じゃあ、お友達にも皆さんにも
ずっとウサギさんのままでいてくださいね。ウサギのままなるかと思って力入れてます。失礼します。これ優しい。ウサギさんニヤニヤしました。あっ、ニヤニヤニヤニありがとう。大好きです。ありがとうございます。なんかあれ、僕今髪
きつかったりしましたよ。これ腸の2000入ってた。なんかちょっと、なんかこれだと多くなかった。マジですか、マジ。電話されてるから自分には来ないと申したんじゃん。いや、こっち来て。もっと行ってる、もっと。こっちに来なさい。はい、絶対に一番強い。あんた、伊藤班のくせに最近暴れるにまで手出してる。お洋服屋さん行った時にいい服あるなって思ったらずっとサワ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 しちゃう。大丈夫？俺言ってないよなこと。あんたが触った服なんて誰が買うんだよ。ゆうた、さっきから何刹那のこと見下ろしてんの？四つんばいやりなさいよ。やった早く。はい、外を歩ってるとき、いつも歌歌いながら歩ってるんでしょ。それはいつも歌いながら、いつものようにこっち来なさいよ。歩こう、歩こう、これしは元気。なんでこっち向いてんの？パンツ見えちゃうでしょ。あっち向いて。はい、これちょっと試験会場やな、これ。してればいいんだよ。僕はイカハンですって大きな声で言いなさい。僕はイカハンです。もっと大きな声出せるよね。僕はイカハンです。気持ち悪いんだよ。よいしょ。よいしょ。大丈夫？立てる？大丈夫？しびしびだ。さっきひどいこと言っちゃったけど、花尾さんはパンダ一のビッグスターだからね。騙されるやつだこれ。怖いわ。怖い怖い。セツナちゃん怖いわ。バカ怖い。セツナちゃんほんま。好き？好き。知ってる。この世の怖いってござる。皆さん残り15分だったので、最後まで。そういえばさ、みんなさ、こちゃんの忘年会で何やるか決まってるの？あ、決まりました。え、決まった？え、この時間みたいみたい。え、やります。せつなが一肌脱ぎますね。
呼ばれたい。頼むマジで。では、はい、第1位の方が、いやワンちゃんこれマジで来い、マジで来い。ブイネさんです。名前書いてないってことじゃん。そうですね。でも0点でもいい。